皆さんこんにちは。 NGO 世界を見つめて今回から進行を務めます、ダイアログフォーピープル代表そしてフォトジャーナリストの佐藤圭です。第1回第2回と堀潤さんに MC 進行をお務めいただいたんですけれども、堀さんが多忙ということで今回からは、僕佐藤圭が進行を務めさせていただきます。堀さんの分もこの番組をどんどん盛り上げていけたらなと思いますのでよろしくお願いいたします。そして鎌倉さんには引き続き MC 進行としてご一緒いただきます。よろしくお願いいたします。はい、佐藤さんよろしくお願いいたします。佐藤さんのやっぱりいろんな世界でのまた日本での経験もお話伺うのを楽しみにしてますのでどうぞよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いいたします。まあ、第1回第2回と鎌倉さんはこれまでもこの NGO 世界を見つめてで、様々な NGO の方々とお話をされてきましたが今回で3回目ということですね。はい、そうですね。はい、この番組は佐藤さんが代表を務める NPO 法人ダイアログフォーピーポーD4P と認定 NPO 法人国際協力 NGO センタージャニックとの共催で毎回日本での NPO や NGO で働いている方々をゲストに招いていろんなお話を伺っている番組です。はい、ということで今回から僕もご一緒させていただくことになったんですけれども、はい、やっぱり僕自身普段であれば海外に取材に行ったりっていうことをしてたんですけど、うん、この1年なかなかこうコロナ禍で行けていない中でおそらく他にもこう海外にいつも旅行に行くのにであったり、はい、様々な社会問題に関心を持っていても、うん、なかなかちょっと海外の情報に触れがたいなっていう方がいるかもしれません。ぜひちょっとそういう方にもですねこの世界を見つめてを通していろいろな国に関心を持っていただけたらなと思っています。というわけでこの第3回のゲストはですね、はい、特定非営利活動法人ハンズ代表理事の横田正史さんにお越しいただいております。横田さんよろしくお願いいたします。お願いいたします。こんにちは、NPO 法人ハンズの横田です。今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。本来であれば第1回第2回のように実際にこうスタジオで直接お会いできたらとは思っていたんですけれどもなかなかちょっとまだ状況も落ち着いていない中ですので今回はオンラインにて失礼いたします。はい、で横田さん自身もなかなかちょっとこう海外に行けなかったりすることが続いてるんじゃないのかなと思いますけれども今回は前後半、2回に分けまして前編と後編で、さまざまな活動地のお話を伺っていきたいと思っております。そしてこの前半ではですね、まずはハンズの活動、特定非営利活動法人ハンズさんは一体どのような活動をしているのかということを、横田さんにご説明いただけたらなと思っております。横田さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ありがとうございます。ハンズは、ヘルス&ディベロップメントサービスという、健康と、開発をする、団体ということで、あと、手と手を取り合ってという意味も込めて、ハンズと言っております。で2000年に設立 しましたので、今20年、21年経った、はい、でミッションは、保健医療の仕組み作りと人作りを通じて、世界の人々が自らの健康を守ることができる社会を実現する、こういう世界を作ることを、目指して活動を行っております。また、活動理念としてはですね、特に力を入れていることを重視している、考え方なんですけれども、現在も大切なんですけれども、現在よりも未来を考えて活動をする。で、あと目の前の人がを治す、もちろん本当に病気であったら治さなきゃいけないんですけれども、それよりもですね、病気を未然に防いでいくということを重視しています。さらに、これは例えば保健医療の関係ですと、施設だとか、機材っていうことになるかと思うんですけども、そういうものももちろん大切ですけれども、私どもハンズは、それよりも、医療人材ですとか、あるいはコミュニティで、予防、予防の活動をする人材を育てる、そういうことを、はい、より力を入れて活動しております。はい。そしてハンズはあくまで日本の NPO としていろいろな国で活動しておりますけれども、あくまで黒子であって主役は現地の人たちであるというふうに考えております。そしてハンズが今活動していてもいずれその力はいなくなる。そういう時にですね、その活動地の人たちが自らの健康を守ることができるようになっている、そういうことを目指して活動しています。現在の主な活動地域と内容を、簡単に説明させていただきます。現在は本部のある日本を含めて4カ国で活動しておりまして、
まあ、日本では母子手帳の活動、あとまあパプアニューギニア、オーストラリアの北にある島国ですけど、はい、こちらでは山岳地域の女性が元気に暮らせる村づくりというのをしております。そしてあとの2つはアフリカですけれども、東アフリカにあるケニアでは幼児の栄養改善事業、そしてあと小学校とコミュニティでのアグロフォレストリー普及事業というのを行います。はい、西アフリカにあるシエラレオネでは農村部で育む子どもたちの自立持続可能な栄養改善事業を行っております。はい、こちらの活動地の詳細についてはまた番組内でも深掘りさせていただけたらなと思ってますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先ほど保健医療の仕組み作りと人づくりに力を入れているというご説明をしたんですけれども、お話ししたんですけども、少し説明をさせていただきますと、ここに、保健医療のですね、現場といいますか、政府や地方自治体がありまして、その下に病院、それからまたその下に地域の保健施設、診療所があり、そしてさらにコミュニティがあります。それぞれが保健医療の現場になるかと思います。そしてその下に書かれているのが、そういうそこで行われているさまざまな活動とか必要とされているものが書かれています。一番下にハンズがサポートしていることというのが書いてあります。特にですね、現在はコミュニティでの活動を中心に行っていますので、そこを読まさせていただきますと、地域に保健人材を育てる、住民に予防の知識を伝える、健康を見守る仕組みを作る、こういう活動をですね、現地の人たちが中心になって、していくのをハンズがサポートさせていただいております。はい、ハンズの団体としての概要は以上です。はい、お話伺っているとなかなかですね、例えばデベロップメントということも、そちらだけをこう過剰に進めてしまうと、そのローカルの人々のこう健康であったり、こう社会的な状況もしかしたら破壊しかねないという、そうした側面もあるかなと思うんですけれども、ハンズさんのお話を伺っていると、そこの本当にバランスを取りながら、かつローカルの人たちがきちんと自分たちで社会を作っていけるように、そういった関わり方をされているんだなということが非常によく分かりました。鎌倉さん、どうですか？そうなんです。私もすごいそれを感じました。もちろん緊急的な医療の支援というのは、必要なところはあるかと思います。災害だったりですとか、戦争だったりとか。ただやっぱりですね、横田さんが持続可能なというお言葉使われてました。でまさにその国にやはりこの活動が残り続けていくのは、ここにミッションとして掲げられているこう仕組み作り、また人づくり、ここがやはりすごい大切なんだなと思ってます。なので本当ハンズさんは一過性の支援ではなくて、本当にこの健康な世界がその国に残り続けるように、そういう願いを持ってされてるんだなということが伝わってきました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に活動の詳細一つ一つについてもっと知りたくなってきたという視聴者の方もいらっしゃるのではないのかなと思いますけれども、ここからはその活動地ですね、今も3カ所の活動地を示していただきましたけれども、前半ではまずこれからケニアの活動についてお伺いしたいと思います。ハンズさんはすでに15年以上ケニアで活動をされているということですが、こちらの活動についてもパワーポイントをご用意いただいてますので、そちらを皆様に見ていただきながらご説明よろしくお願いいたします。それではケニアの活動についてご説明させていただきます。まずケニアの中の活動地なんですけれども、首都のナイロビから、西側にですね、西にだいたい車で 5,6 時間ぐらい、はい、行ったところにあるケリ町という、ところで活動を行っています。ケリ町は、そこにも書いてありますけども、人口が90万人ぐらいで、面積は東京都と同じぐらい。そして産業はですね、今お茶畑が見えてます。はい、すごい綺麗な緑が広がってますね。そうですね。ケニアっていうとどうしてもサバンナとかライオンとかキリンっていうイメージを持つ人が多いんですけども、このケリ町はだいたい高度が2000メートルぐらいありまして、大変涼しい地域で、それでこういうお茶がたくさん取れて、いろいろな企業もこちらに進出しております。はい。ただし、その下に、道路とか電力のですね、整備が、1割程度と、大変そういう面では遅れている地域です。そして、このケリ町の中で、現在ですね、私どもが活動しているのが、そこに書いている、シゴエットソインという地域です。はい。シゴエットソインは、ケリ町の中でも大変厳しい条件の中にありまして、その、
写真でもですね、例えばあの水たまりみたいにあるのは、これはまあ道路なんですね。道路がこういう水浸しになっているんです、ね。道路ですか。で、まあ、ここに書いてある、の中では、例えば施設でまあ出産する割合がまあ3割以下だとか、はい、子供の死亡を経験した母親が1割いる、あるいはトイレがある家庭は 23%。さらに言えば、あの人口10万人に対する看護師さん、まあ、保健所、はい、ほとんどがまあ看護師さんなんで、まあ、それが39人ということで、これは日本のまあ7分の1以下という規模にあります。はい、いや、なかなかこう医療がこう脆弱だということに加えて、まあ、交通事情もなんかもこう非常にこう劣悪な環境があるということでいうと、やっぱり簡単なこう疾病なんかで命を落としてしまうという方が多い状況なんでしょうかね。まあ、そうですね、そういうことになります。まあ、そういうことを少しでも改善したいということで、あの活動を続けております。はい、で先ほどお話しいただいたように、あの私どもあのケニアで15年ほどもうすでに活動を行っています。でそれはすべてケリ町で活動しているんですけれども、その時に時期によってテーマとか場所、あるいは対象者というのは変えてきております。で簡単にご説明をさせていただくと、一番最初2005年からは、まあ、安全安心な妊娠出産ということで、保健医療施設での、まあ、運営能力を高める、そういう活動をしておりました。しかしその後にはですね、2008年からですけども、出産後の、まあ、お母さんのケアですとか、まあ、赤ちゃんですね、新生児乳児の栄養改善、そういう活動に、進んでいきました。はい、さらに2012年からは、今度は保健、医療の施設から遠く離れたところに住んでいる、まあ、コミュニティの人たちの健康の改善をしたいということで、まあ、小さく書いてあるんですけど、保健ボランティアというコミュニティヘルスボランティアというんですけども、そういう人たち、コミュニティでそういう、保健の、活動をできる人たちを育成していこうと、そういう活動を12年から始めました。でその後ですね、そのコミュニティヘルスボランティアと一緒に、まあ、コミュニティヘルスボランティアの、まあ、能力を強化して、あるいはさらに育成を進めるとかですね、そういう活動を中心に行ってきたんですけれども、2017年からは、その、保健ボランティアの人たちと一緒にですね、現在も行っております、まあ、幼稚園での幼児の栄養改善プロジェクトというのを始めております。まあ、それとともにですね、2019年から今度下の方にちょっと書いてあるんですけれども、まあ、アグロフォレストリーという、まあ、いろんなあの多種のですね、苗とか、はい、まあ、果樹とか野菜とかそういうのを一緒に育ててですね、あの自然環境をまあ守っていこうという活動も、まあ、小学校で、小学生と一緒に活動を始めています。はい、でここからはですね、今一番力を入れています幼稚園での幼児の栄養改善の活動についてご説明をさせていただきます。はい、後ほどですね、いくつか動画も用意してますので、そちらでもご覧になっていただければと思います。はい、この非常にカラフルな写真が何なんだろうとすごく気になるところですが、です、ね、はい、よろしくお願いします。ここにも書いてあるんですけども、栄養不良の原因の一つである衛生状態を改善するために、まあ、住民にも3割負担してもらってですね、そして、まあ、貯水タンクとかトイレとか調理場を建設してます。でこれは見えているのはこれは貯水タンクです。子どもたちにもデザインの元を書いてもらって、その中から壁画を制作をしてですね、はい、住民に、まあ、自分たちもお金を出しているということをプラスして、自分たちの子どもがこうやって絵を描いているということで、オーナーシップを持ってもらって大切にしてもらうのを目指しております。はい、こう何かを一方的にこう与えるとか、そこに置いておくというわけではなくて、みんなでそう改善をしていく、作っていくという、まさにこうハンズの手ですね、手を携えて活動されているのかなと思います。はい、小田さん、ちょっと質問一ついいですか。はいはい、多分いろんな NGO がですね、やっぱりこう住民何かプロジェクトをやるときに、住民の方にもちょっと負担していただきたいとか、巻き込みたいと思っているところ多いと思いますが、なかなか難しい、なかなかできていないという団体も多いと思うんです。ハンズさんはこの3割の負担を住民にこう呼びかけるときに、こう気をつけた点ですとか、何かそういうことをお聞かせ願いますか。そうですね、おそらくですね、
いきなり、まあ、ハンズがこの地に来てお願いしてもなかなか難しいんではないかと思うんですね。やはり、はい、長年いろんな形でこの地域で活動を続けてくることによって、まあ、いろんな関係者のですね、まあ、信頼を得ることができて、うん、まあ、そうすると、まあ、その人たちからも、まあ、ハンズと一緒にこういう活動をしたら自分たちのためにもなるんだっていうことを、まあ、よく理解してもらえているのではないかと思います。うん、はい、ありがとうございます。やはりこう信頼関係というのがすごい、ね、うん、大切なキーワードですね。ありがとうございます。続いては給食、幼稚園での給食の導入に関係してですけれども、まず調理場の整備、これも後ほど動画がありますけれども、はい、煙がですね、その調理場の中に蔓延しないように、またなんていうんですかね、効率、良い形の調理場を整備。はい。また、モデル菜園を作ってですね、そこに野菜を作って、それで、まあ、給食で栄養は、取ってもらう。で、それをさらに、まあ、家庭にも普及するように、働きかけております。はい。給食に使うこの野菜とかを、その幼稚園自体のその菜園で取っているものがあるということなんですね。そうですね。うーん、当然、まあ、幼稚園児が、まあ、一緒に作るというよりも、その周りの人たちですね、はい、親とか、あるいはコミュニティヘルスボランティアだとか、この幼稚園をいろんな形で支えている人たちが作っているということになっています。で、また下にはいろいろな役所といいますか、そういう人たちと一緒に、まあ、幼稚園の教員もそうですけども、一緒に栄養のある給食を開発していくということで。まあ、ここでもちろんこの幼稚園でいいものを作るってことも非常に重要なんですけれども、それをさらにですね、他の幼稚園にも広げていくことにもつながるのではないかと思ってます。はい。もうこの真ん中の男性のこの笑顔が素敵ですよね。楽しそうですよね。楽しそうですね。はい、で、最後のスライドなんですけれども、はい、幼稚園の先生方にですね、幼稚園児の、まあ、幼児の栄養状態をきちんと把握してもらって、あまり良くない幼児がいた場合にはどうするかっていうことを、まあ、学んで、その能力をつけてもらう、そういうことを活動を行っています。具体的な健康診断を行っても、定期的に行ってもらって、で、あまり良くない、子供がいたら、まあ、ヘルスワーカーっていう、まあ、そういう専門家にちゃんと知らせる。まあ、それとともに保護者にその栄養改善をするための指導ができるようになってもらう、そういう活動もあります。はい、こちらも後ほど動画がありますので、はい、ありがとうございます。こうやって写真をお伺いしているとよりこう現地の方の表情が見えてきて、その生活の細部が気になってきたり、自分たちも行ってみたいなという気持ちにさせていただけると思うんですけれども、さらに今回はちょっと動画もご用意いただいているということで、3つ動画をちょっとご覧にいただきながら、また横田さんに解説していただけたらなと思います。これがそのかまどを作っているところなんですね。煙突がついてまして、また高いところにかまどがありますので危険もないですし、熱もですね、普通ですと石をまあ3つぐらい並べたら、はい、上にお鍋を置いて火を焚くっていうのが普通、一般的だと思うんですけども、そうなると熱も逃げていきます。で、中心の人は、まあ、このマスターと呼ばれるような専門家なんですけども、それに加えて保健ボランティアの人たちがやはりですね、そういう技術を覚えてですね、手伝って、また違うところでもこういうことを作れるような、そういうトレーニングでもあります。はい、あ、これは先ほどのカラフルな現場ですね。はい、先ほどの水のタンクだったんですけど、まあ、これは調理場の外側の壁なんです。はい、壁に、まあ、この人は絵の、専門家スペシャリストなんですけど、この人が子供たちが描いたデザインをの中から、いいのを選んで、まあ、きれいな絵を描いて、その上に子供たちの手形を、はい、ペイントしてもらう、こういう活動をしてます。ああ、かわいい。いや、楽しいでしょうね。まさにこう、ハンズさんの手そのものだなというような絵ですね。うん、はい、こちらは、まあ、幼稚園で幼稚園の先生が、まあ、健康診断をしているところです、ね。はい、で、この赤い服の方は幼稚園の先生で、まあ、隣にいるカラフルな
洋服の人、あるいはその隣のあのジーパンの人はパンスタッフです、はい、そのスタッフが幼稚園の先生にその健康診断のやり方とか、あるいは使ったとかですね、はい、そういうことを、まあ、あの指導といいますか、あの教えているところです。幼稚園の先生も、まあ、幼児もですね、まだあまり慣れていないので、本当にこれでいいのだろうかみたいな感じで、ごわごわと言いますか、一つ一つ確かめながらやっているという、はい、ことになります。これもまたあの子どもたちの栄養管理とかこう成長の状態とかを見るためにこう記録を続けるというような活動なんでしょうか。そうですね、栄養改善の活動をしてますので、その成果といいますか、それがすぐ分かれる、はい、なかなかそうはいかないんですけども、栄養状態の悪い子どもといいますか、言ってることはあのこういう定期的な検診であの容易に見つけることができるかと思います。はい、下がったりですね、まあ、今、はい、お参りとか測ってますけども、一人一人の子供をあの定期的に見るということはなかなか難しい。僕もあのアフリカの例えばこうザンビアとかタンザニアの方でこう乳幼児の健康診断などはよくあの病院などで目にすることがあるんですけど、なかなかこうベーシックスクールとか小学生ぐらいになるとそういう機会がない子どもたちが多かったなという印象があるんですね。ただこうしたことがこう実証化していくことで、もしかしたらちょっと医療の目からこぼれ落ちてしまっていたような子どもたちの栄養改善にもつながるのかなと思います。いや、この不安そうな子どもの顔がちょっとまだまだ初めてなのかなと思います。ありがとうございます。はい、こうやって動画を見させていただきますと、またより一層こうケニアの様子が伝わってきますね。そしてハンズさんはですね、こうケニア以外にも他にも活動地がありまして、続きましてあのパプアニューギニアでの活動についてもお伺いしたいと思います。まずあのパプアニューギニアはですね、まあ、ここに書いてありますように、まあ、日本より少し大きいぐらいのところに、まあ、900万人ぐらい、日本よりかなり、はい、そのうち、地方に住んでいる人が 90% 近くいるという国です、うん、そしてあと言語がですね800ぐらいありまして、800、はい、それだけ民族とか部族とかですね、いろんな人があのいろんな民族部族があるということになります、はい、あと主要産業はこちらはあの、まあ、工業といいますか資源がですね豊富で、うん、一番有名なのが天然ガス。はい。で、パプアニューギニアの中で、あの、私ども活動しているのが、この真ん中にあるエンガ州というところ。はい。で、この地図だけだと、あの、よくわからないんですけれども、あの、まあ、それほど、あの、すごく大きな、島、大陸ということではないんですが、はい。エンガ州は、険しい、まあ、山岳地域で、2000メートル級の、まあ、地域、あの、はい。で、あの、私どもが、このパプアニューギニアで活動した背景とか理由ですね。あの、一つは、あの、先ほどのケニアも共通なところありましたけれども、保健医療のサービスが大変届きにくい。保健医療施設とか保健従事者が大変少なく、また交通手段がですね、あの、ほとんどないというような。はい。徒歩で5時間以上、うん、病気の上に徒歩で5時間、ちょっと難しいですね。そうですね。まあ、そこに書いてある通り、あの、まあ、一診療所、あるいは一医療事業者が、従事者が担当するあの数も、まあ、日本に比べると、まあ、数倍、あるいは数十倍っていう数なんですけれども、まあ、今ここに見てるような、こういう写真のところで、診療所っていうのは多分この先の先の先ぐらいにあるようなところに住んでいる人がかなりたくさんいるっていうことですね。もちろんあの診療所の近くに住んでる人もいるんですけれども、はい、遠く5時間とかそのぐらいのところに住んでいる人もかなりたくさんいるということを表しております。はい。まあこういう点が、まあ一つ背景理由になっております。でもう一つはあの女性に関することなんですけれども、一つ目が、あの、女性を医療サービスから遠ざける、まあ、風習を根付く。遠ざける。はい。あの、家庭での出産は実は、あの、まあ、95%。つまり 5% しか医療施設で出産してないんですね。はい、まあ、それだけリスクが高い、あの、亡くなる赤ちゃんや、あるいは、場合によってはお母さんもいるということなんですけど、その理由の一つが、やはり、医療者っていうのがほとんど男性しかいなくてですね。なるほど。はい。医者に出産介助してほしくない、本人もそうです、家族もしてほしくないというふうに考えることが思っています。
そしてもう一つがですね、女性の社会的地位がパプアニューギニアでは低くなっております。女性に情報が届きにくいということと同時に、家庭内暴力が 50%、性的暴力が 30%、致死率は 30% 未満ということですね。非常に女性が、ある意味では、なんて言うんですかね、ちゃんとした、人権というふうに言っていいのかどうかわからないけども、はい、あまり認められてないような、部分もあると。それをなんとかして、改善していきたい。我々の活動を通して女性の社会的地位を確保していきたいというふうに考えております。はい、で具体的な活動は、説明させていただきますけれども、一つ目が、先ほどのケニアでも、保健ボランティアっていうのが出てきました。はい、同じような、ちょっと呼び方は違うんですけども、村落保健ボランティアというふうに呼んでますけれども、各コミュニティからですね、選びまして、で、研修を何週間も行いまして、その後、それぞれのコミュニティに戻って、保健ボランティアとして、それぞれの家庭を訪問したり、そのコミュニティの健康を促進したり、そういう活動をする保健ボランティアを育成しております。はい。保健医療施設が遠いっていうことで、それぞれのコミュニティでこういう活動が必要だというふうに考えています。で、ここにですね、保健ボランティアに、はい、人たちの、そのユニフォーム姿とか。あ、彼らがその保健ボランティアなんですね。そうですね。で、ここに何て言うか、それぞれ、健康に関して、どうぞ、はい、みたいなことが書かれてるんですけれども、で、ここには、6人、上の女性を含めて6人のうち、2名が女性なんですが、うん、この保健ボランティアを選ぶときにですね、半数は女性を選ぶということを決めています。うんうん、そのことによって、例えば先ほどの、出産とか母子保健って言いますかね、はい。ことに関しては女性がもう担当すると。で、うん、そういうことで女性が、診療所に行ったり、こういう相談をしたりですね、することがしやすくなるような、環境を作っていきたいと思います。はい。のボランティアが活躍することによってですね、女性の社会的地位も、少しずつでありますが、向上させることができるのではないかと。はい。日本でも結構問題になりがちな、女性の社会進出であったり、社会の構造の問題というのを変えていくことで、根本的な脆弱性みたいなものの解決にもつながるということですね。ありがとうございます。でもう一つ の大きな活動がですね、モバイルクリニックサービス、移動式診療が改善され、機能するというふうに書いておりますけど、やはり保健医療施設、5時間も歩いていかなきゃいけないようなところで、はい、こういうサービスはしなければいけないっていうか、することにはなっているんですね。はい。これはおそらく他の途上国でもよくあることなんですけども、そういうふうに制度はあるけれども、実は機能していないっていうことがありまして、この地域でも、制度はあるんですけれども、実際にはほとんどできておりませんでした。機能させていくっていうことが大きな活動の一つです。それで、実際に、車で、移動式診療を行うんですけども、それとともに、右側の小屋みたいのがありますけれども、シェルターと呼んでますけれども、その移動式診療ができる、そういう場所をですね、それぞれのコミュニティで作ってもらって、はい。に、女性が例えば3000の検診とかですね、そういうことでも行きやすくなって、人の目を受けることができる。で、あと、この子供の健康診断とかは、左のように、外でですね。はい。パラソルの下で、はい、行ってますね。はい。これが最後のスライドなんですけども、このパプアニューギニアの活動は、女性の真の健康っていうことで、そういうことを目指して活動を行っております。はい。ありがとうございます。パプアニューギニアの活動の様子を皆様にもご覧いただきました。どうですか、鎌倉さん。このケニアとパプアニューギニアの活動をご覧になって。そうですね。もうやっぱり命の大切さをどうやって守るかということを改めて考えさせられました。やはり医療支援と聞くと本当に医療を届けるというイメージでしたけども、例えばケニアのように、もう菜園を作るとかですね。本当にそうやっていろいろアイディアを
出しながらこういい形でいろいろな活動を肉付けされてるなというのが、はい、大変印象的でした、うん。まあ、逆に電気もない大変なところ、まあ、道も、ね、あの悪路の中ですね、あのないなら作る、うん、でないなら行くっていうそういうなんかあの、うん、スピリットというか、はい、感じさせていただきました。でも子供たち可愛いですね。いや、 いや本当に、はい、僕なんかはあのこういう現場の写真をこう見させていただくとすぐにでも飛んでいきたくなってしまいますのでまたぜひちょっとコロナ禍が明けたらぜひご紹介していただけたらなと思います。私も幼稚園の時の初めて身長を測ったあの時のドキドキ感ちょっと思い出しましたはい、というわけでですね、あっという間にこう前半の時間の終了が迫ってまいりました。もう本当にあのこれだけの時間では語り尽くせないことがたくさんあの横田さんの中にもあるんじゃないのかなと思いますけれども、ぜひあの興味関心持っていただいた方はあのハンズさんのホームページでも細かいあの現地の活動の様子などのレポートがありますので、ご覧になっていただけたらなと思います。ということでですね、次回後半はですね、もう一つの活動地シエラレオネ、アフリカ西部のシエラレオネについて、そして現在、世界で猛威を振るっている新型コロナウイルスの影響など、そして横田さんがなぜこのような業界に、目指されたのか、このような業界を目指されたのか、そのパッションを、支え続けているものは一体何なのかということを、お聞かせ願えたらなと思っています。ということで後半も鎌倉さん、横田さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは皆さん、次回の NGO 世界を見つめて後編もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。